で、足の付け根ですね。足の付け根、あ、ごめんなさいね。足の付け根ってすごく難しくて、どういう風に説明しましょうか。パーツが非常にこう複雑なんですよ。実は足の付け根って。肩周りと同じぐらいやっぱり複雑で、何をね、説明すればいいかなって結構迷っちゃうんですよね。細かいね、パーツの説明とかしても多分難しいですよね。なので、とりあえず、どうしようかな。何をイメージするとそれっぽくなるかなって、今どうしようかなって考えてるんですけど、細かいパーツとかはちょっと難しいですよね。かなり難しいですよね。こう、書こうと思うと、私、こう、足は、魂パーツなんで、こんな感じで、すげえ書けるんですけど、大好きなんで、こんなんされても、なんか、よくわかんないよねってなっちゃうんですよね。なっちゃうと思うんで、ポイントとしては、やっぱり、おそらくですけど、やっぱ、こう、魅力的な、多分、お尻の部分があると、男性的な視点ですけど、可愛いっていうかね、いいなって思うのかなと思うので、個人的には、ここを意識していただけると、ワンポイントになるのかなって思いますね。この、ですね、これが足なんですよ。ここね、解剖書とか、スカルプト見ても、ちゃんと説明されてないところが結構あって、私も確かに間違ってるかもしれないんですけど、私なりの解釈で、ここからはご説明します。ここがね、足の付け根で、ここの、こう、盛り上がってる部分あるでしょ？大体の萌えイラストとかさ、写真とかグラビアとかの写真見てもあると思うんだけど、こうなってるところがあると思うんだけど、ここがお尻なんですよ、ここ。ここをしっかりと意識、あるっていうのをね、意識して書いてあげると、魅力的なね、絵になるんじゃないかなと、個人的には考えてます。我も講談長さん。こんばんは。はい、団長さん、こんばんは。これね、どこの部分かっていうと、ですね、ちょっと待ってくださいね。ここ筋肉じゃないんですよ。なんて言ったかな？なんたら脂肪体っていうんだよね。我も降参、こんばんは。まあ、とにかく、ここ脂肪なんですよ。大臀筋についてる、大臀筋について垂れ下がってる、丸い脂肪の部分なんで、まあ、どっちかっていうと、大胸筋についてる、こう、胸みたいな扱いなんですね。こう、脂肪がつくと思うんですけど、ここがここについてる。ここの部分がね、大体、こう、スカルプトとか 3DCG の筋肉だとついてなくて、あんまりこう、それっぽくね、書かれてないんで、若干混乱しがちなんですけど、実際はここにこう、こういう風にね、脂肪がついてるんで、お尻のね、お尻の肉が。これが多分、おそらくここなんで、ここをね、少し意識してね、丸く書いてあげると、お尻っぽさが、増すと思うんですよね。アドランさん、こんばんは。はい、アドランさんいつもありがとうございます。ですので、複雑なね、こう、パーツの話もいっぱいできるんですけど、やろうと思うと。ただ、やっぱり、こう、ポイントとして考えると難しいんで、ここね、こう、足があって、ちょっとくぼんで、こういうところ。私の個人的な趣味かもしれないんですけど、こういうところがね、しっかりできてると、お尻っぽくなるのかなっていう、感じで考えてます。いかがでしょうか？うん。実際はね、こうあってね。で、こうなってね。ここが大臀筋で、こう、
下にね、こう筋肉があって、こうなって、ここにハムストリングスがあって、とか、あるんですけど、そんなの言われてもわかんないし、知らねえよってなると思うんで、まあまあまあ、それよりも、ね、このお尻とね、こう、太ももの付け根と丸みがあれば、まあまあまあ、なんとなく、いいのかな、みたいな。いかがでしょうか？こんな感じで。そうですね、横から見てる、こう、お尻というか、太ももの部分なんで。ゆうきシグマさん、ハムストリングス派ここでよく聞くのでなんか覚えてる。はい。ハムストリングスはね、本当に、よく言いますね、私。こうね、お尻があって、ここですね、ここ。ここね。こうなってね。ふくらはぎの上の部分っていうかね。ふくらはぎと、こう、お尻をつなぐ筋肉のところね。ですので、今日覚えていっていただきたいのは、こう、なんだろうな、こういうポーズであれば、こう、お尻があって、太ももがあって、こう、太ももとお尻の付け根がこう、こうね、丸くなる。アドラン、ハリス、アニメットさん、ツイッターフォローしてくれて本当にどうもありがとうございます。とんでもないです。私はいつもあなたのイラストが大好きです。むしろ今まで。おにぎりせんべいさん、下書き終わったのでご飯食べてきます。はい、いってらっしゃいませ。気づけなくてごめんなさい。ゆうさん、なるほど。このね、3つのパーツで大まかに作られているっていう部分。このね、2点。サンピアスターズさん、まず覚えていっていただけると、アニメットさん、こんばんは。嬉しいかなって感じしますね。どうしてもね、足とかは本当に、可動域がめちゃくちゃ広いし、パーツがね、複雑すぎて、すごくね、説明が難しいんですよ。なので、具体的に、こういうポーズの時は、どうなるんだみたいな、具体的なね、こう、質問だと、もう少しね、お答えしやすいんですけど。こうなりますね。ここがね、スカルパ三角っていうね、方向筋っていうんだっけ？なんかこうなるんですよ。で、ここがハムストリングスね。ペンギン大好き、ハムストリングス。はい。おにぎりさん、ご飯食べてらっしゃい。どうでしょうか。またね、何かわからないことがあったら、またその都度ね、おっしゃっていただければ、まあ、私の中で答えられる範囲であれば、お答えしていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。毎日19時半よりお絵描き配信をしています。イラストの意見交換や、どうしたら漫画家、イラストレーターになれるかなど、相談会もしています。みんなでゲームや漫画について語ったり、楽しく遊んだりしませんか？皆様のご来店お待ちしております。今日はありがとうございました。